レッスンがあって、そしてご飯食べて、そしてイミリンさんの神業見て、あ、そう、今日発表されたやつ、ユミニーさん、いや、すごかったよ。だってね、すごかったの神業だって、あのね、目隠しして、あのゲームなんですけど、すごいリアルに作られたゲームで、なんかあの電車をこうブレーキ、なんだろう、速度とかも調整したりとか、目隠ししてブレーキかけて、なんだろう、しかもちゃんと時間が決まってて、あとこの位置も決まってて、それを3メートル超えたらダメでみたいな、そう、目隠ししなくても難しいのに目隠ししてたあれはもうやばい、すごい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 。でもそう、やっぱそういう神業をねされてるプロの方はもう目隠ししてでもできるということで、すごいよね。そう、電車でゴーっていうゲーム、いや本当よすごいなーって思ってた。あ、NST 祭り新潟なんですけど、9月23日の土曜日、うん、あのツアー新潟の前日です。もうすぐだね、確かに、うん、そう、 NGT さんも出演されるということで、アイドルステージに出演します。15時からの予定です。そうです、まさかね、この新潟ね、私初上陸なんですよ。まさか新潟でツアーとこの祭りにも参加してもらえるなんて、本当ありがとうございます。バンダイシティ、でもね、シティなんだよね、バンダイシティ、祭り盛り上げようと思います。
していらしい名前。バスセンター、祭りね、祭り好きなんですよね。なんか調べてみたらハンバーガー祭りみたいなのも書いてあってハンバーガー祭りってなった。カレーが美味しいこれはハンバーガー師匠のハンバーガー師匠のお出ましか立ち食いそば屋のカレーが有名。うーん、ハンバーガー師匠なんで。気になりますね。カレーか、いいね。ハンバーガー祭りで気になりますね。なかなかないよね、ハンバーガー祭り。美味しい。バスセンターのカレーって言ったらもう通じるんだね。すごい。うーん。とラーメンも美味しいという情報を聞いております。やっぱお米が有名だけどね、なんかラーメンも美味しいという、ね、五大ラーメンらしい。五大ラーメン、いや本当よね、足りんね、お腹が足りん。金玉、うまくなってないかも。新潟のラーメンは何ラーメンなんだ、ね、ちょっとグルメ情報ばっかりで申し訳ない。別腹いけるかな。私の別腹はアイスかケーキなんだよね。なんか横浜だったらさ家系ラーメンとかさ、福岡だったら豚骨ラーメンとかあるけど、新潟だったら何が有名なんだろうと思って、そういう枠組みじゃなくて。5種類あるのケータリング難しそうだね。ラーメン麺が伸びちゃうもんね。うーん、ラーメンはなんかあのかな、知る人と知るって感じなのかな。生姜が有名なの。カレーラーメンもある。あ、じゃあいろんなラーメンなんだね。もう、あ、新潟だけで五大ラーメンってこと。へえ、足りんお腹が足りん。こういう時ね、ちょっとお腹がね、あ、ハンバーガー祭りもあるし、ラーメンも五大ラーメン5台やって、一
一体私は何を食べればいいんだ。うん、米米お寿司。いや、お寿司も美味しいんだね。タレカツ。お寿司も美味しくて、お弁当お弁そうだね、お弁当を用意してくださってる可能性もあるからな。お酒はね、私飲まないからな。へぎそば。やっぱすごいね、全然さ、やっぱりすごいな、各地によって全然。へぎそば、え、そうなんだ、え、そうなんだ。え、でもすごい住みやすそうイメージ。じゃああれですね、キーワードはバスセンターのカレーですね。すごいな、そのキーワードもすごいな。雪がすごい。確かに確かに。そっか。あ、へえ。ラーメンは、いや本当にちょっとどうしようかね。1週間滞在してもさ、全部食べれるかは不明。海鮮も美味しいらしい。でもやっぱりハンバーガー祭りが気になるな。一体どういう祭りが開催されるのか、すごく気になっている。気になっている、めっちゃ気になっている。ハンバーガー博士。ハンバーガー博士でございます。堪能しようと思います。なかなかね、やっぱ行く機会がねなかったからな、今まで。祭りか、祭りっていいよね。やっぱ嬉しかったもん、私もなんか地元っていうか祭りにこうアイドル来てくれてみたいな、なんか嬉しかったもんな。その時の記憶がある。なんかいいよね、その気持ちを思い出して参加してこよう。祭り好き、なんかなんだろう、お祭り好き。よくなんか福岡の出身の人ってなんかお祭り好きっていうイメージみたいなあるよね。お祭り好きのイメージ、いやみんな好きよね。そうでもないのか。太鼓叩いたこと？太鼓？ゲームでならあるけど。
ああ、そっか。お祭りよ。身近にあったからかな。なかなか、そう、花火大会とかもこのショールームでしか花火見れんかったしな。確かに確かに、アイドルフェスティバルはありましたね。そうそう、アイドル花火大会、そう、花火セットね、やばい、もうしてないんだけど、どうしよう、もう湿気てるよね。どうしよう、もう一人でするしかないかも。でももしかしたらできるかもしれない。そうなんだよね。ありがとうございます。なんかね、そう、呼びたいんですけど、高崎綾子の4人でなんかやったりしたい。バケツ買わなきゃ。バケツと火。火がむずいんよね。チャッカマン。そうやね。なんか親と。なんか家族でこう花火するときチャッカマンがあったからさ、あれいいよね。あれいいんだよね、つきやすいよ花火。でもなあ、れよあれよ、まあその時買ったらいいけどさ、その後どうしたらいいんだろうね。この人生、この人生買ってた方がいい？どうね、どうでしょうか。マッチはつけれるけど、なんか怖くない？ここあんまりね、ちょっと難しいんだよね。なんか小学校の頃に理科の実験でつけたことある。非常用に。そうね、もしかしたら欲しい時が来るかもしれん。ありがとう。焼き芋、焼き芋焼きたい。焼き芋焼きたい。
なんかそういういいね、焼き芋を自ら作る生活いいですね。でも結局はスーパーで買っちゃうけど、例えばそう、ゆみりんさんのコンサートのなんか詳細が今日出たりとか、あとなんだろうな、あそう、自分のあの写真集の紹介がをヤングガンガンさんに、載せてもらってます。そうなんです。うん、でも、うん、そう、1ページなんだけどね。1ページではあるんだけど、載せてもらっております。ここ、いただきました。後ろの方にねあります。はははそう、何ページなの？内容はみんなが好きなショットのいやカラーなんだけど、食べ物を持ってる食べ物を持ってるおでこ出しのペロってしてるやつ、はい、がドドンって乗ってて、でそうファースト写真集11月15日水曜日発売予定みたいな書いてあって、そうで上の方にも STU48 高尾彩香って書いてあって、でちっちゃい文字で AKB48 グループ賞最優秀パフォーマーを2年連続受賞って書いてあって、そうそうなんですよ。あ、そう、もう発売されてる、ヤングガンガンさん、ナンバー18、あとは私のコメントとかですね。ね、すごい。でもね、また一回だけじゃなくて、次ももしかしたらね、載せてもらえるかもということで、そう。
そう、ヤングガンガンさんありがとうございます。お世話になります。ね、嬉しい。また言います。うん、イエイありがとう、ありがとう。今日もね、そう、構成案とかが来て、こっちがいいなとか決めたりしました。結構自分で決めれて嬉しいです。こっちの方が自分は好きだなとか。そうなのよ。でも人によってやっぱりこの良さがね違うんだなーって思ったけど、自分の目を信じて、うん、そう、意見も言えるし、それをちゃんと汲み取ってもらえるし、良かったです。そうそう、ねえ、嬉しい。そう、なんかあんまりね、いろんな表情を見せたいなとか、こうって思ってますね。全然なんかなんだろうな、まだ完成はされてからまた変わるんだろうなって思ってます。そう、自分的にはこれはいいのかいって言うのも、まあ、自分やけんね、あれやけど、こうやっぱり違う人が見たらやっぱりこれもなんかこう自然体の良さがあるみたいなね。だから発見もありますね。という感じですね。楽しみに。11月15日まであと2ヶ月。今日誕生日おめでとう。ともっちさん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。サイヤン推しの1年にしよう。確かにもうあっという間なんだろうな。
推しメンです確かにね、楽しみですね。もう皆さんの頭に11月15日が刻まれてそう。その1年経っても2年経ってもさ、この日なんかあったよなって思ってるかもしれない。この日なんかあったんだよなって、そうだなってるんじゃない。そう、今日はね、あの2期生が昇格した日なんですよね。まあ、昇格した日、うん、昇格コンサートの日か。なんかちょっと曖昧だったんだけどうん、すごい曖昧でしたよね。今日もなんかすごい刻まれてる、9月12日っていう ね、2年経ったんだね。なんか本当あの日にしかしなかった曲とかもさあったからさ、またどっかでできたらいいよね。そう、 DVD も残ってる。そうです、そうです。昇格から、2年経って、それまでは1年半ぐらいか。1年と9ヶ月ぐらいか。ねえ、そうですね。そうだね。でもそうだ、私は昇格のこの昇格への道の月日の方がすごい濃かったっていうか、
研究生としての研究生のツアーっていろいろ成長しますね。そう、本当に絆、2期生の絆深まりましたね。サンキちゃんもそうなのかな。さきちゃんは入ってまだ4ヶ月とかか。4ヶ月か4ヶ月でもうツアーも千秋楽があって、どうなんだろう。2期とはまた違った感じですね。いやすごいよ。私に研究生の時、この先輩の存在にもすごい助けられてて、だから私も何かできたらなーって思うけど、まだあんまりね。 2.5 期ちゃんとは公演を通じてやってるけど、どうかな。どうかな。本当やね。そういうことか。いやだからそう、2年が経ちましたということです。こんばんは。
2年経ちました。でもそうだね、まあ2年前とは成長できてるかな。どうだろうなんかあんまり変わってないかもしれない気もするけど、性格はやっぱ変わらないね。はじめまして。ああ成長してる。確かにそれは結構自分よりもファンの方の方がわかるかもね。そっか、ありがとうございます。確かにその時の映像を見たらわかるかもな。確かにその頃からなんだろう、そうだ、確かに自分に厳しいんだよ私。私自分に厳しいけど、皆さんは褒めてくださるから何とかやっていけてる。あ、ポテチとか大変ですけど、そうそうですね そっちのあれは甘いんですけど、パフォーマンスです、パフォーマンスめっちゃ好きです。生活習慣に関してはちょっとそう、自己肯定感とが極端に著しいですね。まあなかなかね、この20年間過ごしてきた年月をちょっとなかなかうまく変えれないですね。なんとか変えようとしてます。確かにね、確かに。なんか本当にいつもそうだ。
ありがとうございます。そう、私は頑張ることは頑張ることはできる。頑張ることはできる。それに気づいてくれた方が今いる。負けず嫌いなのかな。自分に負けず嫌いかもしれない。そうとしたら、自分に一番負けたくないんだよね。限界を決めたくなくて、そうだね、できなかった自分が許せない。それだ、負けず嫌いなのかな。どうなんやろうか。確かに。あ、確かに責任感強い。そうかも。責任感強いかも。任されたらね、最後までその期待以上のことをしなきゃって勝手に思っちゃうから、ちょっと先走ったり、自分のキャパを超えちゃったり、いろいろ間違う時もあるけど、そう、相手の期待通りに、期待以上のことをしなきゃって思っちゃうのはいいことではあるけど、自分じゃなくなる時もあるから、そこは難しいね。さやごろうは本当に何も考えてなくて、もう自由にやってるんですけど、さやごろうに関してはそう、なんかもうなんかもう自分の企画だから、相手がどうこうっていう感じじゃなくて、自分だからってなっちゃう。台本はそうないですね。いい感じ。なんかさやごろうのことさ、なんかすごいみんな褒めてくれるし、喜んでくれるし、結構反響がね、今回思ったよりもいっぱいあってびっくり。ね、次はどこに行くのかな。でもこの前いつ行ったっけな、
この前はあれ前回は動物は お台場の都市型動物園みたいな、そうそう、アリクイがいるとこ、あとシベリアンハスキー、動物園いろんなとこも行ってみたいし、水族館もいいよね。水族館難しいんかな、撮影どんなんやろうか。横浜のズーラシオ、そう、あけん水族館とはももちゃんとコラボみたいな感じにできるよね。シーパラダイス、やっぱ秋とかいいかもね、動物園。ちょっと涼しくなってきた頃。あ、新潟よろしくお願いします。そう、ちょっとね、そう、夏バテしちゃってたりとか、あと結構なんかね、お休みしてますみたいな看板が多くて、そうなんですよね。そりゃそうかって。よいしょ。でも最近涼しいよね。やっと来てるわ。9月末にはもう涼しくなってるのかも。
そうなんですよね。でも夏もね、すごい身軽なんだけどね。やっぱ冬をずっと過ごしてたら、なんかアウターがすごい重くて、夏は飽きてからすごい身軽やなって思ったけど、そうなんよね。アウターは寒いと思ってきて、暑かったらずっと荷物なんだよね。でもアウターないと寒いし難しい。うむ。でも室内は暖かいもんね。暑くなり。そう、昨日秋服、半袖だけど、なんか最近ああいう赤の服も気になるようになってきた。でも最近買ったやつはもういつもと同じ感じの色ばっかり。しかも最近買おうとしとったワンピースが今持ってるものと似てて、危ない危ない。いいねはしてるんよ。けどちょっとやめようかなと思ってる。うん。そうなんですよね。私の秋の流行りはツイード。ツイード生地。ツイードってでもなんか1年前もだった気がする。ふん。なんだろうな。この前思ったんだよね、なんか次の記事。
最近なんかね、猫多い気がするんだよね。猫のプリントの服。なんか多い気がする。この写真のプリント確かに、あかりんさんあかりんさんも確かに、なんかね、多いんだよね。自分が感じ取っている、猫と一緒にモデルさんが写真撮ってたりとか、かわいいなーと思って、自分の好きなブランドが猫っていう可能性もある猫の柄っていう可能性もある。でも私羊好きで、だから羊のをなんかモチーフにした服は結構買っちゃうんですよね羊が好きだからという理由で。そう、羊のがなんかね、ふわふわの羊が模様になってたりとか、買っちゃった、もう予約してるけど、いつ来るのかわからん。モコモコとかふわふわ好き。何と合わせようかなって思ってる。何のスカートと合わせようかな。もうね、ほんと予約、新しい予約商品が出るのが本当に楽しみ。なんかさ、でもさ、こう番組のさ、テレビとか出る時のなんか衣装とかでさ、いつも私の好きなブランドの服をね、小栗結衣さんがねインスタとかに載せてて、そっか、これテレビの、この収録とかの衣装で着れるんやって、かわいいって思って。そう、多分スタイリストさんが用意して、しかもね、合わせがいいね、いつもね、このめっちゃいいんですよあ
NST 祭り、あ、よろしくお願いします。グリーさん買い取り、あ、買い取りできるんかな。確かにできるみたいな噂も聞いたことある。分からん、分かんない。買い取れるかもしでもからもらえるみたいなっていうのも聞いたことあるけど、分からん。その多分スタイリストさんによっては分からんけど、まあ あれよ、人によって人によってよ。うん、村重さんとかもよく載せてる。すごいな。私の推しメンです。そう、村重さん、いつもなんかすごいスケジュールのイメージ。うん。ねえ、ちゃんと眠れとるかな。でもいつも明るくて楽しそうだからね、すごいなって思う。すごい明るい。私はいつも村重さん推しメンって言ったらなんか皆さんに驚かれる。そうそうそう、私はそうだね、テンションがテンションが
でも私がもし STU に合格っていうかオーディションとかも受けてなくて、こう2期生の中で誰を推しメンにしていたかって思ったら、リコチ推しかもしれない。こっち押しかもしれない。なんだろうね。まずね、まずお顔が好き。あとそう、見てて元気になれるし。そうかもしれないって思ってる。似てる。でもそう、斉藤飛鳥さんも推しです。斉藤飛鳥さんはそんなね、テンションは 高くはないけど、なんだろうな、そう、お顔も好きだけども、性格も好きなんだよね。性格が好きだね。私ね、そうなんよ。お顔も好きだけど性格も好きがあるかも。皆さんもですか？そうなんだね。確かに可愛い子いっぱいいるもんね。その中でもやっぱりそうですよね。そうですと言わざるを得ない空気に でもね、いやでもすごいと思うのが、私こうやって毎日配信しとるけんさ、なんだろう、なんか私はメイキング映像とか なんか公演とか、そういう情報で性格が分かって、あ、こんな感じなんだなーって思って、いいなーって思うけど、
配信毎日配信しとるけん、もう結構分かりすぎるぐらい分かるよね。それで押してくれるんで嬉しいですね。うむうむ。何パーセント？配信は結構 100% ですけどね。100% だと思いますけど、いい意味でもなんだろうね、やっぱり自然体でなんだろうね、そんなにこう、うん、あれこれと考えずに配信してるかな。やっぱりこうメイクして衣装とか着て視界でなんかこうね来てくださったりとかしたりとか、メンバーとかいたりとかしたら結構スイッチが入るから頑張っちゃうんだけど、そうだね。そう、この雰囲気がそうだね、いいって思ってくれる方がね、いるんだねという、第一印象ちょっと暗い配信みたいな感じだからさ、人間について語っている時もあるし人生についてのなんか考察したりとかも、人間の心理とか言ったりするから、すごいね。何がどうなるかわかんないですね。
話はね全然上手って思ったことはない。うまく返さない時あったりして、その謎の返答を違う人が聞いて、なんか話が上手じゃないなって思われてそうだなって思う時もある。すれ違い確かに。なんか私うまくいかない時もいっぱいあるけど、そういうとこがいいって思う方もいるっていうことか。やばかった。イヤホン勢の方には絶対聞くと、止まらなくなりそう。大変だ。目の中にさ、なんか入った時ってめっちゃ痛いですよね。完璧求めたらきついね。いや、さっきね、髪の毛が目に入って、めっちゃ痛かった。まつげで痛いのに髪の毛になると思う？え、違う、なんかドライヤーして風で目の中に入ったの、一瞬やばかった。あのなんかさ、洋服のなんか糸とかもなんか不快感やばいよね。なんか目がゴロゴロすると思って鏡見たら毛糸みたいな。
洋服の繊維みたいなやつがまつげについてる。冬はねすぐ入るよ聞いてね聞いてじゃなくてごめん、繊維です、毛糸じゃなくて気をつけなきゃ、あのまあまあのやつ、え、虫って入る？目の中に。痛そう何かいつもなんか飛び込んできて、でも飛び込んでくる瞬間に目をつぶってるから、もしかしたらそれで回避してるのかもしれない。まつげで、意外と反射神経いいかもしれない。意外と顔に虫、でもあったかな。目の中からいつの間にか入ってるのかもしれん。蜂はね、私結構蜂ね怖いかもしんない。蜂怖いよ。刺されるかもしれないっていうあれがあるけど、怖いよね。蜂おったらすぐ逃げる。うん、洗濯危険やね。洗濯のね、蜂のトークね、好き。洗濯の、洗濯の中に蜂がいた時の話、無限回収。無限回収中。そう、お話し会でも無限回収中。私はねないんですよ。確かに。
私じゃないないから、その話を聞いた時はもうめっちゃびっくりした。家の中でティッシュを掴んだら出された。え？違う違う、そんなことありえるの？世界仰天ニュースや。びっくりハプニング。びっくりハプニングや。肩と思ったらって叩いたら鉢で座れた。そんなちっちゃい鉢ってこと？ミツバチに刺されたことはあるけど、すごい痛かった。ミツバチ？ミツバチってちっちゃいよね。1センチぐらいの。痛いんだね。頭になんか止まったからカナブンかと思って掴んだ。スズメバチだった。スズメバチはやばいやつなんじゃない？矢みたいなのが刺さってました。矢？さやかさんのおじさいって何色なんですか？赤と黄色です。赤と黄色。あ、かゆい。スズメバチと、ん？カブトムシと間違えてスズメバチだったの？クロスズメバチは大きさが大きかった。クロスズメバチ怖そう。え、結構あれなんだね、スズメバチ。そんなに出会ったことないからさ。確かにな、まあ、そうだよね。スミバチ側から見ても人間怖いよね。イエイイエイ。え、そうだよ。いや、ほんと気になる。あなるほどね。違う、多分私結構蜂がいたら絶対逃げるけど、結構そう興味がすごいあって、テレビとかで見たおったら絶対に見ちゃう。結構興味がある。なんでだろうね、なんでこんなに興味があるのか。絶対逃げる私は。なんかあのアシナガバチもすごい怖くて、でもいつもおるやん。結構さ、あの花、なんか学校の花とかに絶対におるんよ、アシナガバチ。めっちゃ怖い、足長バチ。ちょっとなんかね、前世に関係しとるんかな。
マバチを初めて見た時は息が止まった。膝に止まったやつ、いやめっちゃ怖い。膝とかに止まったらもう絶対に動かないでって言われてももう逃げるわ。そう、クマバチは確かそう刺さないけどみたいな。おとなしい。いやもう音がす飛んでる時のね音がねめっちゃ怖い。観察してるわ小さい頃から。でもやっぱりさ、クマバチは動きが遅いから強そう。スズメバチはちょっと実際に見たことあるっけな。私見たことあるような気がする。人生で 1,2 回は。結構いるの。蜂の巣見たことないかも。蜂の巣鳥の巣はね見たことあるけど、教室に入ったらやばいね。絶対パニックになるやん。え、教室の外に蜂の巣？それはやばいんじゃない？よいしょ。鳩がベランダに巣を作ってた。それは大丈夫なのか？アリも強いって言うよね。映画にもおった。テンテテンテンテンテテンテンテテンテンテンテテン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 テテン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 。いやそうよね。そうそう、なんかアリがおってみたいなね。だからやっぱ強いだろうなと思って。そうそう、え、やばいらしいよ。ベランダにすぐできたら。弾丸アリ？パラポネラですか？なんかそれね、なんか見たことある。あのね、なんかなんだっけな、不思議な生き物みたいな
展示があって、そこにいた時におったけど全然見えんかった。蜂の巣3つ、え、三つも、もうそんなん私も怖くてちょっと無理かも。アリの引っ越し、アリも引っ越しするんだね。確かに。今日もありがとうございます。家にアリがたくさん入ってきた。それは結構やばいかも。たくさん入ってきちゃったらどうしよう。ありがとうございます。あ、そういうことね。ハトが一回巣作ったらまた来るって。うん、カラスは、そう、カラスはそう別に怖いと思ったことはないけど、頭がいいから、そう、顔を目を合わせたらなんか顔を覚えるみたいな。だから目を合わさないようにしてる。カラスね、そう、カラスね、あのね、意外とね、そうなのね、あのね、結構人間慣れしてるカラスもいるから、その時はね、結構そう厳しいですね。うん、ネズミこの前さ、東京で見た。一瞬だけなんかネズミみたいな後ろ姿が見えて、でもすぐ下の方に入っていっちゃったから分かんなかったけど、コンビニのゴミ捨てみたいな置き場にいた。なんか私見たことなくてネズミを、そしたら結構東京にいっぱいいるよってコメントを見たりして、あ、いるんだ。もしかしてと思って、でも一瞬しか見てない。ほんと野良猫よりもいるの？全然見たことないんだよね。は？渋谷にいるの？確かにどんな動物もね、もうね、そうだよね。夜中、確かに夜にいるよね。え、夜にいる？地下にいる？
しかも逃げないの。モグラが地上に出てきたり、モグラが？アライグマも結構いるみたいだね。アライグマも？モグラどっから出てくるんやろ？タヌキ。なんかね、あのイノシシとか、イノシシの家族とかはさ、なんかね、運転中にいたとかはよく聞くけどね。そう、ウリ坊とか。イタチ、イタチも見たことないな。野生の鹿、あ、私も鹿は見たことある。こんばんは。いや、そうだよね。ヨシシはもう確かに。タヌキと思ったら太った猫。クマはね、出会っちゃいかんと言われとるけんな。誰に。いや、よく、そう、クマはなかなか、でもクマをなんか人がいる場所までは降りてこないみたいな聞くけどね。そうなの。森、森のクマも人間にはそう会いたくないし、会いたく会わんでいいしみたいな。そうだよ。そうなのよ。結構ニュースになるよね、クマは。あー、餌がなくなったら降りてくる。まあそうだよね、ないもんね。クマやん、クマやん、かわいい。うむ。後ろに寄る。クマヤンはいいんですよ。いや、本当よね。クマかわいいよね。クマやんかわいいし、プーさんかわいいし、ダッフィーかわいいし。可愛いのよ。
白クマ可愛かったです。すごい仁王立ちしててすごかったよ。プーさん、顔面可愛いですね。私ですか、それともクマですか。そう、ちょっと確認をしました。パンダは、うん、上野動物園のパンダはそう列に並ぶ。うん。ね、後編でどうでしょうかね。ご飯めっちゃ美味しかった。うん。そうだよ。そうだね。リアルお話し会みたいだった。次回も楽しみ。私は何を買うのか。やばいやばい。やばいよやばいよ。って言っておりましたけど。五郎さんこんばんは、味わるな。ありがとう。ありがとう。やばいやばい。何が五郎さんはおもろい。おもろい。まだ見せれないと思うけど今ある。どうでしょうか。五郎さん、いろんな五郎さんが見ました。ありがとうございます。そう、結構さや五郎見ましたっていう言ってもらえることがめっちゃ多くて嬉しい。すごいね。さやごろうすごいね。私が思ってるよりもすごいかもしれない。さやごろう。
そうそうそう。でもそう、さやごろうでファンになりましたって方もいらっしゃるからね。うん、トランポリンはちょっとどうやろうか。なかった。そうなんかな。トランポリンは違うやろう。うん、Vlog よかった。よかったよかった。うん、トランポリンは違うやろう。でもね、なんかやっぱりラボメンバーっていうか5人で何かするのもすごい好き。今回から長くなったんだっけ？そう、時間が。13分。13分。やばいやばいやばい。あれ？あ、ありがとうございます。あ、でももうすぐで1万回再生いきそうだよ。イエーイイエーイ。ねえ、嬉しい。でもやっぱり目指すはね、スタッフさんも言ってたんですけど、目指すは10万回再生みたいです。10万回再生。
STU ラボ。あのさ、STU ラボのなんか声を田んぼのあの田植えの時の、そうタイトルコールに撮ったんですよ。 STU ラボって言ってくださいみたいな。その時になんかリネタンがすごい STU ラボって言ってて、そうちょっとじわじわ聞けたんですけど、実際に完成したやつもなんかリネタンの声がなんかある気がして、ちょっとまたじわじわ来た。あ、田んぼじゃないよ、あのね近くのね室内でね撮ったんだけど、ちょっと聞いてみてください。最初の方のタイトル、STU ラボ、ラボが結構リネタン味がわかるかもしれない。でもご飯めっちゃ美味しかったんですよ、本当に。カレーとめっちゃ美味しくて。新宮予約しました、ありがとうございます。もうやばかったよ。でもなんかまたあれだよね、企画をするって言ってて、稲刈り、そう収穫をするって。だからその時にまたご飯が食べれるかも。そうそうそうって感じだった。またね、気がしなければいいんだけどな。未だにちょっとね、左手はね、なんだろう、ちょっとまあ完璧には治ってないんだよね。結構長い、やっぱ人体は長いね。そう、なんか3ヶ月4ヶ月で治るって言ってたけどな。5、6、7、8、9、今月かな。稲刈りそうするかも。膝はそう大丈夫。でも時々なんか本当にめちゃくちゃ時々なんか違和感は起きたりするけど大丈夫になる。だから癖とかにならなければいいなと思うけどね。そう、人体はやっぱり長いんだな。なんかでも3ヶ月ぐらいは本当に毎日痛みは感じてて、でも4ヶ月目ぐらい頃痛みはその日常生活では感じないぐらい、多分癖づいたのもあると思うけど、あんまり左手はこうギュッてできないっていうね。ねえ、すごいんだねって思った、人間の重要な場所。確かに
右手だったら握手できるけど左手はできない今だったら。1年くらいかかった。へえ、1年くらいもしかしたらかかるかもね。装具、そうなんか、確かに全然つけんかった。やばい、もう今日終わりますね。確かに忘れた頃に治ってそう。そういうもんよね。もう今日が終わります。一日早いね。人体、足だったらやばそうだね。手だからまだ良かったけど、指だから。サヤンコールしに行きます。お、ありがとう。頑張りましょう。そう、明日も頑張りましょう。確かに何の話したっけな。明日はそんなに早くはない。蜂の話した。蜂とあと完璧、完璧じゃなくていいんだよと、あ、ハンバーガー、ハンバーガー師匠。私は自分に厳しい。なんか恥ずかしいな。あ、新潟の話。あ、ヤングガンガン。あ、森重さんの話。おしめの話。よしよしよし、思い出したぞ。でもよく覚えてるね、すごいな。すごーい。蜂の話、難しそう。うん。全然変わったら読もうと。うん、ツーショット会。そう、広島が。残暑もあったからわかんないけど、もう完売するかもなので。そう、明日の13時までです。待ってます。残暑、残暑の残暑。じゃあちょっと読もうかな。と、台湾のコウさん、ミツルンさん、セイヤンさん、コッペさん、オーサムさん、キチネさん、神戸のヒッキーさん、 F 渋谷さん、2学期は学級委員さん、ロックオンさん、モモビリーさん、マイセンさん、犬ちゃん、フジポンさん、
みかん屋さん、としささん、ビーツさん、立花隼人さん、ゆうすけさん、神戸のマーチさん、メガバイトちゃん、ホタテ様、 A ちゃん、カッシーさん、アバッタンさん、サトケンさん、シンジさん、リョウヘイさん、タカノリさん、ユウイチロウさん、リョウさん、ネコのおかずさん、ラクラクさん、アオちゃん、ありがとうございます。イエーイ。ちょっとお腹空いたかもしれない。ありがとう。イエーイ。話し会、話そう話そう。ポテチは食べん。ポテチっぽいのは食べるかも。ぽいのはスナック菓子。自分に厳しいのはパフォーマンス面です。ありがとう。あと2分。ねえ。ジュースって言っていいのかな？テンス。そう、テンス。もうジュースって絶対言っちゃうわ、どっかで。だって9枚目も私キュースって言ってたもん。多分タイトルが決まったらね、その曲名になると思うんだけど、それまでは、ね、11は、11す。サードはサード。バイバーイ。バイバーイ。